鉄夫にはあと一回チャンスが残された。エール。鉄夫が四苦八苦というのでしょうか、悪戦苦闘というのでしょうか、とにかく悩んでいます。自分のやりたいこと、夢、希望、それは詩を書くこと。詩を書いて楽しいはずなのに、その詩を書くことで自分を苦しめている。いや、書けずに苦しんでいる。詩というのは自分の中にある世界、思いを誰かに伝えることのはずなのに、人によってはそれが伝わらない。万人、すべての人に伝えられる詩なんて書けないのは分かっている。だけど、多くの人の心に共感できる詩が書ければいい。それが今はたった一人。軍の担当の人の心に伝えられる詩が書ければいいはずなのに、それができない。鉄夫は暗中模索の状態に陥ってきている。そんな第74話のお話は、映画「暁に祈る」の主題歌の作成がうまくいかない、作詞家の変更を求める陸軍に対し、鉄夫を交代させるなら自分も降りると雄一が言ったことで、もう一度だけチャンスがもらえる。鉄夫の作詞がはかどるきっかけをつかもうと、雄一は鉄夫を連れて福島へ帰郷する。久しぶりの実家。すると、なぜか久しも現れる。そんな賑やかな小山家に、恩師藤堂先生が妻の翔子さんと息子を連れてやってきた。そこで皆感激し、再会を喜ぶのでした。第74話はこのようなお話になるようです。苦悩する鉄夫。久しぶりに福島に帰って昔を思い出すこともいいかもしれませんね。古い思い出で新しいことが思いつくかもしれません。今回、雄一が福島に帰るのは何年ぶりになるのでしょうか。花ちゃんが生まれてすぐくらいに帰ったので6年ぶりでしょう。戦争の影が押し寄せてきている都会より、まだ福島の方は何も変わらず昔のままだと思います。そして藤堂先生にも会って、鉄夫に良い詩が思い浮かぶかもしれませんね。しかし、そんな鉄夫の第73話のお話は、喫茶バンブーで悩む鉄夫、すでに5回も書き直しをさせられている。書いた詩は、田本さんとめぐみさんが読むと、ああ、その黒目がちな瞳、つややかな体、うなじのようなたてがみが愛おしい。田本さんもめぐみさんも言っていました。生めかしいと。相場の解釈が若干おかしいと。めぐみさん、若干ではなくかなりおかしいです。めぐみさんのような何でもできる人が思わなくても素人でも思います。これではあの硬そうな陸軍の人が許可を出すはずがありません。いや、普通の映画音楽でも許可は出ません。このような曲が流れる映画は、花ちゃんには絶対見せてはいけない部類になるでしょう。雄一は、大将、大丈夫、大丈夫とは言いますが、鉄夫は生活のためなのでしょうけど、ちょっと大人の小説なんか書いてるからごっちゃになったのでしょうね。彼の瞑想はとんでもないことになっているようです。一方で、音の音楽教室はうまく回り出しているようですね。音程のずれるひろやくんは、雄一からもらったハーモニカをオルガンと歌に合わせ、うまく吹けるようになっていましたね。音痴の人でも楽器はうまくなるものなのですね。歌を歌うことと楽器をうまく扱うことは別のようです。音も子供たちみんなも、ひろやくんのことをとても褒めていました。子供は褒めて伸ばす。ひろやくんはもしかしたらこのまま名のある音楽家になるかもしれませんね。
ひろやくんの将来も楽しみです。しかしその様子を一人寂しく眺めているだけの花ちゃん。花ちゃんは歌が嫌いというわけではなく、お母さんは花だけのお母さんだとひろやくんに話してくれたそうです。これは花ちゃんの嫉妬？甘え？そんな感じですね。たった一人の花ちゃんだけのお母さんを他の子に取られている、そのことに意地を張っている、それをひろやくんには話したそうですね。大人には話せないこと、特に親には言えないことでも同じ子供同士なら話せたりするので、ひろやくんは花ちゃんのいい話し相手にもなっていくでしょう。ひろやくんのお母さんとも仲良くなって、これから家族ぐるみのお付き合いが始まりそうです。そして銀の生活、国防婦人会の偉そうな女性、班長なのでしょうか。熱いですね、お国のために。悪いことではないのでしょうが、お国のために繰り返し練習しましょうと包帯を巻く練習をしていましたが、現在の日本人の女性のほとんどがドン引きするでしょうね。日本人は他人に迷惑をかけない、他人のため、そういったことを諸外国に比べて顕著に行う国民性だそうです。災害があった場合でもちゃんと並ぶ、困っているみんなで分ける。東日本大震災の場合も役立つ行為がなかったということで世界が驚いたというニュースを見たことがあります。だけどあんなに熱く頑張りましょうなんてされるとドン引きするような気もしますが、みんな分かっているので、そういう時代でもあったのでしょう。それを銀は参加はしているけれど、どこか冷めた目で見ているような、あの班長さんでしょうか。銀に廃品回収をまたやらせるようですね。音が参加しないということで、しかも銀には子供がいないからという理由もその一つのようですが、完全に現在のパワハラ。担当になっている人が妊娠してさせられないのなら、それが理由ということで銀にお願いする、そして自分も手伝う、それが当然です。まだ銀の悩みはあります。自宅で少し化粧ペニを塗ると智彦が来て、何をしているんだと。軍人はいい暮らしをしているのではないかと世間から思われたくないということですね。ただ化粧をしただけ、それどころかただ紅を塗っただけ。智彦はとても世間体を気にする人のようです。銀は幸せではないでしょう。そんな智彦とその上官のもとへ鉄夫と雄一が6回目の詩を持っていきました。お話になりませんなと。まさか鉄夫、あの生めかしい詩を持っていったのでは。そんなことはないのでしょうけど、とにかく厳しいですね。鉄夫は降ろされることになりましたが、彼が降ろされるのなら雄一は自分も降りると。そんな雄一を智彦が説得に行きました。彼は銀に、小山さんを推薦した自分の立場がないと言っていましたね。智彦は出世のためでしょうか、保身のためでしょうか、何かそんな感じがします。雄一にも、あなたに書いていただかないと困るんですと強く言っていました。智彦の裏の顔が少し見えてきましたね。しかしそれであと一回鉄夫にはチャンスが残されました。それを福島で掴んでくるのでしょう。最後に小山田耕造と軍の偉そうな人が、小山田先生に今後も協力していただきたいと話をしていましたが、この話は福島サンバガラスに何か影響があるのか。
最後までご視聴いただきありがとうございました。